生耳です。おはようございます、釣り子 TV です。ゲイリー山本、9月に登場の期待のニューアーム山耳図、これをね、先だってロデオクラフトの松本幸男さんのバックシートで、釣りをさせていただいた時に三島湖で試しに投げてきてみましたよ。まずはこちらをご覧ください。こんなバスいたんだって言わなきゃダメ。本当松本さんやってくれるんですか。いやだ、いやだ、そうなんです。裏切ります、裏切る、すぐ裏切る。すごいクールに釣り上げそうな気がするんです。釣れてるのをどれだけ田中さんにバレないように釣れてくるか選手権。いやいや、俺カメラ越しにすごい狙ってますでしょ。マジ山田さんとか結構バレないでここまで釣れてこれます。釣れてたんすかみたいな。さあ、久しぶりのキャロライナをしっぽりと楽しむごっこします。楽しむごっこってそれ楽しんでないけど。ハチャッチャ送っちゃうと思うんですけどね。今日ちょっと小規模で動きが早いです。はい、小気味よく動いちゃうよ。まだ見えてます？こっち。多分あん。いや、もう見えてないの。魚の集団だって借り受けましたよ。あ、じゃあそれ見えてるの。そこのスタンプのとこにも行ってきますけどね。はい。ここに。このボトルネックのここが一番この辺うろうろ。あ、来た来た来た。いや、違う、巻かれてないですかそれ。あ、巻かれて出てきました。出てきました。可愛らしいサイズ、バラさない。ミミズミミズさんを持ってた。ミミズ泥棒です。あれです。ありがとう。結構いいやつもいましたね。はい、はい、ありがとう。
まあでもね、うちらは逆に別にこっちでもいいから投げてたい気持ちがすごいわかります。暇なんですよ。暇なんですよ。午前中は午前中であれで、すごいナイス、こうナイス状況だったんですね。おっしゃ、まあ、魚いっぱいいるから普通にやってるそれぐらいのは結構釣れるはずなんだけど、さっき中途半端にでかいの見ちゃったから探しちゃってるのが良くないのと、午前中の途中からは、釣れないんですよって言ったところしかやってないのを思い出します。釣りやした。はい。はい、ありがとうございます。ヤマメミズ。この時間からもヘラの人と来るんですね。さあ、ここからスタート。寝坊しないのかな。あれ、1日じゃん、スピードタイプは、インちゃんしてくれますね。ライトキャロー、レンタル代、仕掛けのレンタル高いんですよ。タワー無料なんですけど、これ高くつきそうですね。はい、というわけで、帰ってきました。これね、小森プロの手元にあったヤマミミズなんですけども、もしよかったらちょっと関東のいろいろなダムで試してみてくださいよなんていうことでね、一袋お預かりすることができたので、こりゃ絶好の機会だっていうことで、三島湖のね、松本幸男さん同選した時のバックシートでね、投げてみてきました。当日の状況はというと、競争からそこまでいろいろなレンジで釣れているっていうね、そんな状況だったんですけども、日中のね、ちょっと食いしぶってきたかなっていう、そんな時間帯にね、松本さんが、キャロライナリグとかやりましょうよっていうことで、松本さんはですね、ロデオクラフトのファットスワンプのベイトタックルで組んだ、まあ、ヘビキャロまではいかないけど、まあ、いわゆるスタンダードのキャロライナリグっていう感じでですね、ボコボコに魚を釣っていたんですね。そんなタイミングで、自分はですね、お借りしていたホワイトウルフの、スピニングタックルにライトキャロライナリグでこのヤマミミズをリグってみました。まあね、ちょっとこんな感じのワームか、改めてなんですけども、はい、こういう感じの、もうほんとね、ノンテーパーの癖のない、まっすぐなね、こんな感じのワームなんですね。これがゲーリー素材でできているっていうことでね、まあツレツレの素材で、でこういったほんとね、いろいろなリグに対応できる癖のない形っていうことで、自分なんかだとほんとね、今年の初バス、小森プロの後ろでガイドみたいに乗せてもらって、でこれのね、なんだろう、1月初バスをね、猫リグだったかな、それで釣らしてもらって、うわすごいいいワームだなぁなんて思っていたんですけども、その後もですね、スプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ノーシンカー、まあね、ありとあらゆるね、リグで釣れてくれているんですが、今回ね、少しね、あれ当たりがちょっと減ったかなっていう、そんなタイミングでね、
まあライトリグっていう感じでライトキャロライナの具にして、これをそこをズルズル引いていたら、そこからね、もうすぐに3連発ぐらいしたかなっていう感じで、ああよく釣れるワームだなっていうね、ほんとね、こういうね、もう癖のない、それでもってゲイリー素材のね、こういう感じのワームね、非常に武器になるんじゃないかなと思いますので、まあどちらかっていうとね、今ハイシーズンだからもう少しね大きめなルアーなんかでも釣れるんで、まあそういうのも投げつつ、ちょっと厳しい時はこういうサイズ感も入れつつっていう感じで、あとはもうね秋から冬玄関期に向けてのちょっと厳しい時期にね、ダウンショットとか、ネコリグでディープに入れ込んでみたいな、ね、いよいよ9月登場っていうことで、カラーもね、あのゲイリー山本のこうインスタグラムとかでこんなカラー出ますよなんていうのがね告知されていたんで楽しみですね。まずもってね、あのライトキャロライナリグにはこうバッチリでしたよっていう感じだったので、引き続きね、いろいろなリグでちょっと試してみたいと思います。はい、というわけでね、本日の釣りコー TV はこちら、まもなくね、9月に登場ということでゲイリー山本の山ミミズ、これをね千葉県の三島湖、松本幸男さんのバックシートで使ってみたところ、なかなか、いい釣りができたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。